次は野球だ。この野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。俺の魂をかけよう。グッド。私は華教員の魂だ。まずはチームを選抜してください。先行。いいでしょう。ジャガーズが先行ですね。おいジョタロウ、今一体何をしたんじゃ。ボールが投手の手を離れるより先にバットを振ったぞ。今ジョタロウ、何を試し振りばかりしてるんだ。お前まさかそのひょっとしてこの野球ゲーム、いやテレビゲーム自体操作したことがあるのか。答えろジョタロウ。なーに、野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。なんだと。今の全くタイミングのずれた無様なスイング、操作の仕方、お前このゲーム初めてだな。ふざけるなジョタロウ。貴様何を気取ってるのだ。お前は自分の魂をかけたんだぞ。もう降りることはできないのだ。やれやれ、こういう時は励ますもんだぞ。一回の表だ、まだ始まったばかりだ。頑張れジョタロウってな。何を考えているんだ。いくらお前のスタープラチナが超精密な動きができると言っても、テレビゲームに無知の人間が奴に勝てるとでも思っているのか。何を考えている、ジョータロー。一体何を考えているんだジョータロー。仮にド素人を装ってこの私を油断させるって作戦なら無駄だと忠告しておこう。私はいかなる時も油断はしない。赤子であろうと魂をかけた相手は全力でやっつける。ジジイ、俺は何も考えてないぜ。ただあそこに座っているこのゲームだけは誰にも負けないと確固たる自信を持っているゲス野郎の鼻骨をぶち折ってやることだけを考えている。華教員の魂を取り戻すことだけはマジに考えている。何でもいいが、まだ1回表ワンアウトです。試合を続行しましょう。11点の差がつけばコールドゲームで試合はその場で終わりということをお忘れなく。One eternity later. やっつけてやるぜ、ダービー。